ジャック・ウォーデンは、米国の俳優。ニュージャージー州ニューアーク生まれ。ジャック・ウォーデン・レブゼェルターの息子として、誕生名は、ジョン・エイチ・レブゼェルター。ケンタッキー州、ルイビルで育つ。17歳の時、ケンカ沙汰で高校を奉公になる。彼は、喧嘩が強く、ジョニー・コステイロ名義で、ウェルター級のプロボクシングに転向する。生活に困っている時は、 ナイトクラブの用心棒としても働いたという。彼は1938年米国海軍に入隊し、洋ス港沿岸のパトロールに3年間従事した。海軍より貨物船の仕事の方が支払いが良かったが、長い国外での航海は退屈だろうと思い、1942年米国陸軍に入隊し直した。配属された第101空挺師団では、 1944年6月のノルマンディ上陸作戦に加わる直前、夜間降下訓練で足を負傷してしまう。療養中、元役者だった同僚が劇の台本を読んでいたことから演劇に目覚める。傷が癒えた後、ナチスドイツの逆襲であるバルジの戦いに復帰し、最後は軍曹になるが、終戦後、福音兵園後法をもとに役者の道を歩み出す。 彼はニューヨーク市の演劇学校に通い、プロの俳優として1947年、ダラスアレイシアターに加わる。芸名のジャック・ウォーデンは父親のミドルネームを拝借したのである。この劇団は1940年代から1950年代のテネシー・ウィリアムズの舞台劇を上演していたという。ニューヨークからテキサスまでの5年間に及ぶ上演は、彼に古典劇から 現代劇までの素地を与えた。そして1948年にはテレビデビューを果たす。しかしゴーデンはあくまでアーサー・ミラーのセールスマンの死の上演にこだわり続けた。彼は1952年にクリフォード・オデッツのゴールデンボーイの再公演とアーサー・ミラーの端からの眺めの3年越しのオリジナル公演でブロードウェイデビューを果たす。 映画でも1951年に早くデビューする。この作品での共演は、第二次世界大戦でのベテランリー・マービンとまだ、チャールズ・ブーチンスキーと名乗っていたチャールズ・ブロンソンである。スポーツマンらしい体型のため、彼には、兵士の役が多く回ってきた。フランク・シナトラとモンゴメリー・クリフトが共演した、地上より、永遠にも、その中の一本である。その作品以外でも、 12人の怒れる男での、まるでやる気のないヤンキースファンの陪信員7番を演じて、大いに注目を受けるようになる。また、暴力波止場での頑固な親方役や、クラーク・ゲーブルとバート・ランカスターと共演した、深く静かに先行せよでも注目を浴びる。また、テレビの人気シリーズ、トワイライトゾーンの一相話では、それまで演じてきた役とは、打って変わり、繊細な役どころに挑んだ。 1960年から1970年代初めまではアスファルトジャングルのようなテレビ映画の刑事役はハマり役であった。また1970年代にはブライアンズ・ソングでの感動的なフットボールのコーチ役でエミー賞を獲得する。頑張れ。ベアーズでもコーチ役を演じた。ウォーレン・ビーチとの共演作であるシャンプーと天国から来たチャンピオンでは コメディの資質を見せつけた。ウォーデンは、この2本の作品で、アカデミー賞助演男優賞にノミネートを受ける。また、大統領の陰謀の編集者役や、ナイル殺人事件のドイツ人医師役、ジャスティスでの銃を持った裁判官役、チャンスでの米国大統領役、ユーズドカーでの双子のセールスマニア役ク、ポール・ニューマン特務、弁護士役の氷結にも出演。その後、 1985年に半ば引退し、ニューヨークに住んでいた。俳優活動は、テレビ作品に数本出演した後、ウディアレンのブロードウェイと銃弾段や、ウォーレン・ベティと再び組んだ、ブルワー,ースなどに出演する。そして、リプレイスメントが彼の最後の作品となった。ありがとうございます。